クタクタオッケーナイスおはようございます。サミーズチャンネルのサミーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと今までにないことをやるんですけどね、先日行われた、サミーズバスフィッシングスクールの、まあ、延長というかな、なんとこのサミーズチャンネル、この汚ねおっさんのチャンネルにスジガールが出てくれることになりました。ナナちゃんです。おはようございます。ナナちゃんはね、まあ、ジンベエさんのね、率いる DB スナイパーズのメンバーに入っちゃったらしいんだけど大丈夫怖い怖いおじさんたちの中に。全然頑張ります頑張ります頑張る。あ、すごいすごいすごい。でもまだバス釣りはやったことないんだよね。あ、そうですね。じゃあもう一から何から教えないかね、ジンベエさん。そのために今日呼んだるんで、ね、どうですか、楽しみですか。楽しみです。よし、ずっとワクワクして。よし、じゃあこれは教えがいがありますね。噛んだよ今。もうこのまま使ってめんどくさいから。はい、じゃあそんな感じで今日一日頑張ってみましょう。はい、頑張ります。イエイ、頑張ります。ひとまずリグ仕掛けはできたよね。じゃあさ、次はワームっていうんだけど、これまあルアーの一種よね。この辺がね、大きく3つに分けると、こういうミミズっぽい、ミミズっぽいやつと、魚っぽい、小魚っぽい、小魚っぽいですね。小魚っぽいやつと、こういうエビっぽいやつ、どれもバスが好んで食べる餌をこうイミテートしてあるんですけど、今日はひとまずね、じゃあナナちゃんの感覚でいいので、ちょっと待ってください。おはようございます。1時間の遅刻です。大変申し訳ございません。はい、ちょっと黙っとってください。BB の BB スナイパーズのリョタです。それ使う。エンジョイトのリョタです。思いっきり使わせていただきます。何を使うかっていうのもルアー釣りの楽しみだから、ひとまずこの中にある中で、ナナちゃん今日ひとまず選んじゃってください。はい、何が釣れそうかなみたいな。じゃあこのキラキラする魚いく。あ、いいかもしれない。これでいく。じゃあどれにしましょう。オッケー、100個ずついこうか。はい、これは、ゲットネットさんっていうブランドの、ジャスターフィッシュっていうルアーだね、はい、ワームだね。はい、でこの 2.2 って書いてあるのは、このサイズのことを言います。 2.2 インチ、そう、アメリカから来た釣りだからインチとかそういうことで書いてあるね。まあいろんな刺し方だけど、僕の刺し方なんだけど、これ魚の格好をしてて、こっちが背中だね、こっちが背中だから、つけるときはどっちについたらいい、どうやってついてるって思う。こうやってついてた方がいいよね。こうやってついてた方が魚が泳いでる。ってことは、このお腹側ちょっと奥から刺して、で、スッと入れて、
って背中にこう抜くね。背中に。でこれだとね、こうやって横に動いちゃうから、一回こう針先を出し、針先を出してから、もう一回頭をちょんと針先をもう一回入れた。そっと動かなくなります。はい、これでダウンショットリグの完成です。じゃあ釣りに行きますか。はい。はい。じゃあ大体糸の垂らしはどこだろうな、4、50センチぐらいかな、うん、あ、いいぐらいだね。で、このベルが上に来てますね、はい、OK。 じゃあ人差し指で糸をかけてください、はい、で、このベルを起こしてください。 OK。 じゃあ一回包丁投げてみるね、はい、はい、寿司に振りかぶって45度ぐらいかな、はい、45度ここやけど、今は通り越したけど、で振りかぶって45度で前へ行きます。 OK。 じゃあナナちゃん行ってみましょうか。はい、だいたいこれぐらいまで振りかぶって、ちょっと勢いつけてもらいながら、あの45度で止めて、でその途中で人差し指離します。はい、し、オッケー。シュッシュッ。シュッて。大丈夫、失敗してもいい。全然うまいじゃん。うまいうまいうまい。全然うまいじゃんって。で、戻して。一回じゃあ、あのくるくる巻いちゃおうか。あとね、ベールをね、手で戻した方が、うん、ビールが痛まないから。いいよ、全部、ひとまず。まだ釣るってより投げる練習をしようか。投げちゃって。そこからゆっくりゆっくり。うん、で巻きながら長さを調整して。調整して。もう一巻きぐらいかな。オッケー。で、上に来てるか。そうそうそう、上に。で一つかけて、でベールを起こして。はい、あれ、うまいしもう完璧です、キャストはもう教えることありませんもう終わり、校長早すぎ。もう一回だけ投げようか、はい、はい、ベールを合わせて起こして、はい、よっ、あ、この動画3回目しやっちゃったこれを待っとった。これかけどさ、これかけどさ、その辺に、この辺にあの、ワンモノ切り始めとってほしい。おおお、見えるやろ、クワンキュル。さっき魚見えたよね。うん、見えました。あれはギルだけどね。要はアリを見えないところで演出してあげる。はい、じゃあもう一回投げて、今度ルアーを今度下まで沈めて、もう釣る動作を覚えてもらうんで、じゃあもう一回投げて。からそのまま待って、今糸がこう沈んでってる、沈んでってる、うん、で今止まった、うん、そこについた、まあ、着底したっていう感じ、うん、そしたらベールを返して、でまず今これ糸がふにゃふにゃふにゃって波立ってる、はい、これで巻いちゃうとトラブルになるんで、うん、一旦竿を上げると糸今これ波が、あ、ね、この状態でくるくるっと巻いてストップ、こう、波立った状態で巻いちゃうとピョン吉って呼ばれてるよ、ここから糸がピョンって出てくる、多分そのうち出てくるんですけど、はいはい、これが、さっきそのピョン吉の直す方法で、一旦張ってから巻く、
貼った分だけ戻すでもいいんですけど、で今度アクション、一回じゃあこのままゆっくりずるずるずるっと、ちょっと早く、もうちょっと、なんもないです、なんもない、これずるずるってやると下に、今下に重りがあって、こうずるずるずるってやると、こういったゴミ、はいはいはい、こういうとこにコツコツコツってやった感覚があると多分分かりやすかったなと思ったんですけど、なんもないから、じゃあそのままずるずる引いてコツコツがあるまで引っ張ってみようか。引っ張ってきて、うん、であんまり速いとルアーって軽いんで、うん、上浮いちゃう。そうするとそのせっかくコツがあるところを越えてっちゃう。なるべくゆっくりずるずるずると。もうちょっと待って、はい、ストップ。ここで今度下切った、ちょん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 シェイクで、多分今手でこうやって振ってると思うんですけど、結構疲れてる、肘にこのグリップって呼ばれたやつを当てながら肘でこうやって揺らす、ちょっと楽に。で今これたるんだ状態、今度そこからちょっとあとトン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 って叩く感覚が出るところまでちょっと一回巻いてみます。なんか重さも乗り始めた、なんかトントントンってなんか叩いてる感じ。ああ今これが今ルアーと糸がちょうどそのアクションって呼ばれてるんですけど、アクションが出る位置で今それぐらいでトン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 って叩いて、なんか今食いそうだな、うん、あ、ちょっと待って、あ、OK、 ほら、 OK、 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 見とけよ、見とけよ、来たよ、行った、食ってる、食ってる、惜しい、惜しい、惜しい、あの感じ、うん、もろくね。あ、確かに。はい、もう一回やってみて。全然食うでいい。さっき言ったに。ちょっとワームでけえかな。え、多分違うとこ食ってもらって。来たよ、ほら来たよ。もう来たよ。持っとる。あ、スリムヤミ、ヤミのスリム、うん、これのとこ入ってる、あ、これもあります。スリガーで頑張れ。おもろくね。こんなミミズのおもちゃで楽しいかな。行くよ。いや、あの、あいつ、あいつ見とる？はい、見ます。あいつを狙ってみようか。あ、手前バレてきたわ。手前バレてきた。来た来た。よし。すごい。あ、ギル。さっきのでかいね、ギル。綺麗だよねこれ。綺麗ですね。すごい。じゃあちょっとギル。マス取ったよ。いきなりマスやった。びっくり。もう一個おにる。くたくた。
オーケーナイスはい、ということでございまして、はい、りょうたくんの講師のもとに何匹か釣ったね、はい、バスも釣れたし、はい、ちっちゃいけどね、ギルも何匹か釣れたね、はい、どうですか、楽しかったですか。楽しかったです、とっても。これからもやりたいですか。やりたいですよ。よしよしよし、いいね。じゃあまたあのサミーズチャンネルの方でね、登場してください、ね、はい、ストップ。I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay.